どうも、ヌヌです。ドラゴンクエスト11、続きをやりたいと思います。なんかね、釣り糸が垂らされてるんだよね。どこだっけ？あれ？釣り糸がなくなってる。こっちだ。おお、こいつはでかいぞ。まさか伝説の人食い大マグロか？負けねえぞ。これは海のとこ、アラーニ。やったやったぞ。こりゃ大物だ。でかいか破滅したって言ったって、生きてりゃいいことがあるってもんよ。人？おい、あんちゃん、どっから乗ってきやがった。いくら腹が減ったって、魚の餌を横取りするやつがあるかよ。一体何があったってんだ。おい、あんちゃん、泣いてんのかい？何が何だか分からんが、深いわけがあるみてえだな。よし、困ってるやつは放っておかねえ。これが海の男ってもんだ。あんちゃん、ひとまず俺の小屋に来て一晩休んでいけよ。こんなご時世だ。安全な場所はどこにもねえ。けどな、あそこなら最後の砦なら力になってくれるかもしれねえぜ。あそこには英雄がいる。俺たちの希望だ。さあ、そうと決まればさっさと出航だ。あんちゃん、しっかり捕まってろよ。こっから先は海が荒れるぞ。あれ？おお、デルカコスタ地方だ。少し汗臭いからで休んでいこう。ユーラはリセットされてる。おー、あんちゃん、お目覚めかい？しかし嫌になるよな。もう朝だってのに、まるで夜みたいに真っ暗だ。なんだよ、あんちゃん、知らねえのかい？あそこを見てみなよ。あの不気味な闇やおっかねえ爆発が起きた日に、デルカダールつう国の城から突然湧いて出たって話でな。それ以来あの闇がお空を覆っちまって、この大陸に住む俺たちは天童さんの顔を見てないってわけよ。まずい、隠れろ。うん、危ねえ危ねえ。やつらはな、闇と一緒に城から湧いて出た得体の知れねえ魔物だと思うだ。やつらめ、腹をすかしてこんなところまで切って出てきやがったか。いつまでもここに隠れてるわけにいかねえな。面倒を見てやりたかったが、この小屋で食料を調達するのは俺の仕事でな。悪いが、ここを離れられん。だがな、あんちゃんは一刻も早くもっと安全な最後の砦に行った方がいい。あそこには俺たちの希望、英雄がいるからな。あんちゃんを守ってくれるはずだ。ここから西に行くと、医師の大滝がある。
最後の砦はそこを抜ければすぐだ。気付けてまた会おうな、あんちゃん。真っ暗目をした魔物には気をつけないよ。奴らは凶暴化して以前より強くなっているからな。本当に敵も強くなってる感じがするな。目が赤いスライム。ルーラーはリセットされるし、仲間はいないし、医師の大滝を抜けてデルカラール地方に行けばいいわけね。どけどけ。取れるものも変わってるってこと？嫁の水。変わってるっていうか増えてるって感じなのかな。最後の砦って石の村じゃん。爆弾石。あれ？村やられた時にいなくなってたけど復活してるんだ。無事だったんだね。あれ？もうどこ行ってたの？ヌヌなのね。私は幼馴染の今よ。
帰りぬぬ、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私。そうだね、ルキ。こんなに嬉しいのに泣いてたらダメだよね。本当にお帰りなさい、ヌヌ。私たちの村だいぶ変わってしまったでしょ。ヌヌがお城に旅立ってすぐにホメロスっていう名の将軍がやってきたの。血の通わない冷たい目をしたホメロスは私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも私たちは生きてる。あの方が命まで奪う必要ないとホメロスを止めてくださったから。村は焼かれ、お城に閉じ込められたけど、あの方はとても親切だったわ。誰も私たちを傷つけなかったし。ごめん。ヌヌは長旅で疲れてるもんね。おしゃべりはあと。まずは体を休めなきゃ。それに誰よりもあなたの帰りを待っている人がいるわ。さあヌヌ、私についてきて。いやー、無事で何よりですよ。あの方っていうのがグレイブだろうな。随分と村が広がったんだね。さあみんな、チャッチャか手を動かして。チャンバラは男どもに任せな。私たちの戦場はここだよ。大体おばさま、大ニュース大ニュースよ。あら、エマちゃんじゃない。そんなに慌ててどうしたんだい。驚かないでね、おばさま。ほら、あそこ見て。ヌヌ。よく別でいてくれたね。これはもう恐ろしいことばかり起きて、私はてっきり。あの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に朝が来なくなり、恐ろしい魔物が大陸中に溢れ返ったわ。生き残った人たちもだんだんと生きる力を失なくしていったの。そんな時でいた。あの方がわしらの前に現れた。彼は自分も国も関係なく困った人をみんな助けてくれてね。私らを魔物から守りながらこの村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったらどうなっていたか。今じゃこの村は最後の砦なんて呼ばれて大陸中の人々が集まっているのさ。これになんとあのデルカダール王もいらしてるんだよ。あらあら、そんな顔するもんじゃないよ。村を焼かれたことは忘れられないさ。でもね、人を恨んだって仕方ない。まっすぐにとは言わないけど、あんたは王様に会いに行くべきだ。おじいちゃんならきっとそう言うさ。エルカダール王のテントは砦の中央にあるよ。入り口にある2本の旗が目印だ。どいて。でもね、喧嘩はするんじゃないよ。仲間たちはどうしちゃったんだろうな。とりあえず仲間たちに合流できればいいんだけど。ここかな。お待ちしておりました勇者様。ここはデルカダール王のテントです。デルカダール王は先ほど目を覚まされ、
あなたがお戻りになったと知るとすぐにお会いしたいと申しておりました。無事であったか。私は長いこと恐ろしい夢を見ておったようだ。そなたが生まれたあの日から。わしの所業は聞いた。何も思い出せぬが、神にもそなたにも本当に申し訳ないことをした。してくれとは言わん。この行は民たちを守ることで返していくつもりだ。何よ、そなたは胎児での出来事を覚えておるか？はい。そうか、わしは何も思い出せぬのだ。ただわしに取り付いていた何者かが抜けていったような。そして気を失い目が覚めた時にはこの砦に運ばれた後であった。ローヌ、一つだけ聞かせてくれ。我が娘、マルディナは生きておるか？そうか。報告いたします。英雄の帰還です。今回も逃げ遅れていた民を救い出したようです。さて、我らの英雄殿がお帰りか。望まぬことやも知れるのか。そなたもやつを出迎えてやってくれ。から戻ってきたの。この女の子はあれだよね。横町の仮装にいたよね。生きていたのか。よくぞ戻ったな、グレイブ。して成果は。エルカダール城に何やら不穏な動きが。闇に乗じて何かが起きましょう。王よ、民たちを安全な場所へ。みんな聞け、じき魔物どもが来る。戦いに備えよ、かがり火を焚け。悪く思わないでくれ。グレイブほどの男でも未だこれまでのことを理整理できておらん。近頃のあやつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。わしには見ておれん。これ以上あやつを一人で戦わせたくはないのだ。頼む、そなたの力を貸してやってくれ。今夜の戦いをしのけば勝機は我らにある。準備を整え砦の外に向かうのじゃ。頼んだぞ。魔王のせいでルーラの行き先がみんな消えてしまった。そういうことなんだ。消えたね、ルーラね。最後の砦の外ってここじゃないのかな。
てるっぽいな。両親入り、噂は聞いたぜ。大陸の端っこからたった一人で砦にたどり着いたんだって。やるじゃねえか。腕プジは確か運もあるか。うん、あんたは見どころがありそうだ。ちょっと俺についてきてくれよ。よし、着いたぜ。あんたの持ち場はここだ。今日こそ魔物どもを蹴散らしてやろうぜ。最後の最後まで戦い抜こうな。敵襲、敵襲。多すぎない？来るぞ。甘い。強い、強すぎる。この天井にいる魔物たちは今までのどんな敵よりも強いぞ。天使にとって一番の過ちは逃げることではない、自分の力を見誤ることだ。ここにいる魔物たちと戦って全然歯が立たないと感じるようなら君にはこの戦場はまだ早い。東の洞窟の敵はここよりいくらか弱い魔物たちばかりだから、そこで腕を磨いてから戻ってきてくれ。剣士とか強いんじゃない？結構どうでもなかった。なんだそれ、かゆいの。はい、次々。スカレゴンは一回じゃ倒せないんじゃないかな。
Entrar bem. その体験、その強さ、貴様がグレイブか。多分司令殿の言う通りだな。馬鹿正直で間抜けな面よ。貴様を仕留めれば褒美はたんまりだ。馬群司令殿は気前がいいぞ。お前たち何をボケっとしておる。グレイブを殺せ。あの人はきついな。
ゾーン入った。よし、倒した。退却だ、物ども引け。レブ様、王がお呼びです。けれどもともに。分かった、すぐに行く。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。